柿沢大めっちゃいいんですよ。あ、見てきました。よかった。今年見ました。土曜日。報徳とやって。報徳のキャッチャーどうなんですか。なんか寒いからあんまり一生懸命投げじゃなかったちょっとちゃんと投げてほしかったです、ね、あ、そうバッティングはまあ1本打ったんで、今日ボンボン振ってましたけど、100人のピッチャーはまあ関西の人では一番みんな、あ、そうだ、なんかみんなの、この東海地区の高校、強豪校みんな100人でやってて、はいはい、みんな口揃えていいっていう